とりあえず今日はジョー・マローンのキャンドル、気分上げるためにね。ちょっと火だからこっちの棚のとこ置いとこうかな。さあ、はい、メイクしていきます。はい、今日はですね、今日はこれから映画の舞台挨拶の方に参加させていただきますので、一瞬だけ見に来た、ありがとう、ありがとうね、感謝感謝。これからメイクをしていきます。これから新宿向かう準備するよ。一緒ですね。はい、準備していきます。今日は舞台挨拶なので、なんかいつものステージみたいに汗をかくようなダンスしたりとかはしないので、保湿重視で、はい、肌を作っていきます。準備していくよ。あとでここのおでこのニキビのとこだけニキビパッチ貼ろうかな。さすがになんか大きくなってる、成長している。昨日はこんなに大きくなかったのに。はい、この下地を塗るだけでこんなに顔が明るくなりました。ライトで飛んでる、これです、素晴らしいです。あ、セカンド写真集予約しました、ありがとう、嬉しい。なんといよいよ写真集の発売まで1ヶ月が切ったということで、はい、びっくりです。下地の後にパッチ貼るとうかね、大丈夫です、薄く薄く下地塗るんで、はい、厚塗りしなければ大丈夫。今日も産毛バブくてかい、はい、私の産毛はいつもモサモサなんです、一生これ。でもなんかずっと嫌だったけど、なんかファッション誌のお仕事を始めてからは結構褒められることが多いので良かったです。ちょっと今ホラーみたいなことしちゃった。はい、そしたらコントロールカラーでくしゃみ出る。いやコントロールカラーで色を整えていく。はあ、写真集のカウントダウン動画めっちゃいい、ありがとう。なんか自分のアカウントでやりますかって聞かれたんですけど、普通に私のアカウントをフォローしてくれてる方は写真集の発売のことを知ってくれてると思うので、なんかグループのアカウントでやってもらうことにしました。その方が自分のファンじゃない人もきっとグループのファンの人が見てくれるかなと思って、はい、そっちにしました。くしゃみも素敵やな、全然素敵じゃない、なんかくしゃみ止まんないんだよね、ずっと。はい、確かにね、だよね。なので、あと自分のアカウントだけフォローしてる人にもグループのアカウントフォローしてもらいたいのもあったし、はい、そんな感じでみんなでセカンド写真集ちょっと盛り上げてもらえたら嬉しいです。私ももっとオフショット上げてくね。ひなたん、サンタさん来たの？めっちゃサンタさん来たみたいになってるけど、これ違うんですよ。
これ実はキタリアさんからの誕生日プレゼントなんです、はい、リアさんからタンプレをもらったんですけど、まだ開けて使ってなくて、でもちょっと卒業に向けて大活躍しそうなので、はい、いつでも取り出せるようにソファーの上に置いてるんですやばくないめっちゃサンタさんめっちゃサンタさん来たみたいになってるよねディズニーの写メ可愛すぎて困ってる。やったー、ありがとう。そう、友達がめっちゃ撮ってくれて写真を、ディズニー行った時。そうなので、まだ実はあって、でもさすがにしつこいかなと思ってどこで載せようか迷ってる。マジで田原さんはサンタさん、確かにリアさんがサンタさんか先輩はサンタクロース。もっと見たい。ああ、ありがとう。あ、でもなんか TikTok の動画にはしたいなと思ってるから、ちょっとそれ編集中なので、クリスマスまでにはアップできたらいいなと思っています。お待ちくださいませ。うんうん、私はベースメイクに一番時間がかかるので、ちょっとあまり変わり映えのしない画面で大変申し訳ないのですが、地味にメイクは進んでおります。ご安心くださいませ。ファースト写真集は芸術性高かったから、今度のどんなか楽しみ。芸術性高かった芸術性、どんなとこが芸術性ポイントだったんだ、気になるなでも本当に早くみんなにも見てもらいたい本になってるので、お楽しみに。なんか肌荒れ治んないなぁ。なんでだ。なんか、なんでなんだろうね。困ったなぁ。早く17日になって。めっちゃ楽しみにしてくれて。ありがとうね。カウントダウン動画嬉しい。やったね。ありがとう。さっきもその話してたんだ。疲れ、疲れなのかな、どうなんだろう。でも移動の多さ、なんかやっぱ一生あるよね。どうすればいいんだろうね。食事、まあ今日はこれニキビパッチ貼っておでこ前髪も下ろすから隠れるとして隠れるとしてとか言って、ああちょっとファンデーションも指でのせることにするわ。はい、指のせで、全顔じゃなくてなんか隠したいとこだけ薄く重ねることにします。今日の髪型なんだろう、楽しみ。あ、本当に。でも今日は自分で髪の毛あるから、あんまり凝ったのはできないかも。でも髪の毛が伸びたからちょっと巻いたりとかしようかな。肌にいい温泉でも行く暇ないかな。どうかな。でもなんか温泉、自分の肌に合う合わないが結構あって、そうなのよ。一概にね、温泉行ったら肌がツルツルになるとは限らなくて、ちょっとこれ困ってるんだよね。そう、ちっちゃい頃からそうで、なんか大人になったら
いけんのかなって思ってたけど、今のところ良くなる兆しはないですね。卒業式のメイク自分でしないとだから、日向のメイク参考にしようねぜひです、ぜひ参考にしてください。でもこれは今日はファンデーションを全部塗らない全部に塗らないって手法を取っているので、参考になるかどうか謎だけど。おでこここから重ねるか気になるにょー。そういえばさあやちゃんのは聞いてたの？聞いてなかったです、びっくりしました。でもさあや推しな妹が、え、ねえさあやちゃんって卒業するのかなって謎になんかちょっと前から言っててえみたいな、私は聞いてないよとか妹が的中させてました。いやもうなんか新公演の前にさやと一緒にご飯行った日があって、そう、あの卒業発表の後にさやに連絡したら、その時に言おうと思ったんですけど時間がなくてって言ってました。別に言わなくてもいいんだよってもうちょっと目の周り本当にしようかな。指だと少しずつ重ねられるからいいや。丁寧にメイクを進めております。サーヤのところはタンシが多いんだ。そうなんだ、うちと違うねな、何の誰とは言わないけど、うちとは違う、ね、よし、ファンデーションは塗れました。そんなことないよ、どうかね、どうだろうなドキッほらドキドキしてる人いるよちゃんとあ、知り合いのサーヤ推しは思いっきり DD です。お、これはコメントで意見がパックリ割れていますね一応キープミスト、キープミストしたらこちらもタンプレでもらったんですけど、親友からこれちょっと開けます。親友に誕生日プレゼント何がいいって言われて、なんだろうみたいな、その時全然思いつかなくて、一緒に買い物してた時に聞かれたから、これもいいかも、あれもいいかも、でもあれも欲しいかもとか言ったら、なんか全部くれましたイケメンすぎない？さあや、タン推しなのでこれからどうすればいいかと。あー、タン推しっていう割には結構後ろにマークついてる赤い袋もタンプレ、これはキタリアさんからもらいました。そうなんです、親友はこのメイク用品と、あとチャイくれて、あとあのチェキ持ってるんですけど、チェキのあのケースもくれました。
ェーイ、ありがとねー。ちょっと開けるのが下手くそすぎるかな。ちょっと、あ、開いた。今週の丸取りアップさん楽しみです。私も楽しみです。はい、ぜひぜひ見てください。新潟の方、私の親友チャイいつも飲んでるわ。ほぼひなた、ほぼひなた。え、私はねチャイいつも飲んでるわけじゃないよ。私の周りがチャイいつも飲んでる。あれ、親友一緒。親友一緒かな。はい、マルドリアップさん出ます。次の土曜日、土曜日朝ですね。はい、チェキのフィルム品薄らしいですね。ああ、そうなんだ。でもなんかチェキその所持するようになってから、あのケースがなかったからどこにも持ち運ぶのが不便で、そう、それで困ってたから、今回親友にあのケース買ってもらったので、あの卒業前にみんなとちょっとチェキで思い出を収めようと思っています。やっぱり綺麗かもこの粉。この粉顔がすごい綺麗になる。いいですね、嬉しい、ありがとうね。よし、 OK、 ベースメイク完了です。完了しました。それで今日はちょっと着たいお洋服が結構大人っぽい感じなので、大人っぽい色の、はい、メイクをしていこうと思います。今日着たいお洋服はキタリアさんから、それこそあのお下がりでいただいたお洋服。しかもなんかお家に行ったらこれはひなたにって言ってくれたお洋服があって、はい、それを着ていこうと思います。ランドセル姿ちゃうの？ランドセル姿ちゃうよ。はい、今日はランドセルでは登壇しません。先に言うておきますけど、はい、ランドセル姿では登壇しません。残念でした。わらわらわらじゃないね。あちき期待してたのに残念やったな。でもこの間あの3月に出演した女の子物語のメンバーで何人かでご飯したんですけど、ご飯兼忘年会したんですけど、その時に山崎まみさんがあのスタバ見たよって言ってくれて、はい、すごい嬉しかったです。あの女の子物語のメンバーとは、出演メンバーとは結構舞台終わってからも会ってますね。まみさんがいつも声かけてくれるから本当にありがたい。マジで好きすぎるまみさんのこと。はい、楽しそうやな、めっちゃ楽しかったです。はい、なんかその舞台に出演してから、その山崎まみさんがもうめちゃくちゃいいお姉さんすぎて、もう会うたびに大好き
会うたびに好きになります。初見です、ありがとうございます。こんにちは。ちょっとメイクしてるんですけど大丈夫ですかね。ちょっとメイクさせてもらってます。コメントありがとうございます。寒くなったけど体調どう？ああ私は元気。でもなんかグループのみんなが結構体調崩してる子が多いから普通に心配です。皆さんはお元気ですか？なんか結構ねこの時期体調崩してる方多いですよね。ひなた最近地味に配信多くて美人が見れて感謝、ありがとね。そう、私結構プラットフォームが多いので TikTok ライブでも配信することも多くて、そうなんですよ、意外と配信できてるかも。あ復活した、よかった、元気よかったです、笑ってまうくらい元気です、よかったです。いやいや体調崩し気味、ああ困ったことに元気です、それはよかった、そいつはよかったよ。本当に元気が一番なんだから本当にね。でも急にね寒くなったからねやっぱ体調崩しちゃうよね。そうなんか私の周りでも結構熱出してる人が多くて、えーみたいな、熱みたいな、熱出てんのみたいな、ね、気をつけないとね。なちゃんに会える日しか元気じゃない、それはもういつもなので大丈夫ですはい、それは元気ってことだから大丈夫です。自信持っていいよ、自信持って元気って言っていい。よいしょ。2週間くらいまともにご飯食べられなかった。辛いね、ご飯食べれないのって本当にさ辛いよね。ご飯を美味しく食べれない日時間が本当に辛い。でも体調悪いとね本当にそうなるもんね、はい、元気になりたい、元気になってねよ。ひなた見たから元気になった、ナイス、いいですね、いい調子だ。そんなにハイライト足すところあるってくらいハイライト乗せてんね、今日顔テカテカかもまあいっか、顔がガサガサよりかテカテカの方が可愛いよねはい、カタカタ言ってた。そうちょっとこの台の上に乗せながらこっちで鏡を持ってメイクしてましたからすみません。アイメイクに入っていくよ。よいしょ。今日はちょっと大人っぽくしたいんだ。なのでなんかあんまりはしゃいでない色をチョイス。どんな感じにしようかな。でもなんか大人っぽすぎてもねちょっとびっくりしちゃうよね。大人っぽすぎてもちょっと気持ち悪いかもだから、うん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 、とりあえずちょっと濃い色二重幅にのせてみて、うん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 、いい
かもね。濃すぎたこれ。濃すぎ？ちょっとこの配信画面だとさ、光飛んでてさ、あれだ、わかんないよね。足。いいんじゃない？いいんじゃないかな？で最近で言うと目を丸く作りたいので、丸を意識してメイクしていく。いい感じだよって、ありがとう。私のマイクが今日もいい感じになるように応援して、頑張れ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 、やれる、日向ならやれる。ありがとうありがとう。コメント欄が応援の言葉でいっぱいになりました。ありがてぃ、ありがとねーよん、嬉しいです。いいか、みんなの応援を力に私はメイクを進めます。この涙袋のメイクが一番大事。ここ最近で言うと、めっちゃできるやん涙袋。いいね、調子いいんじゃない、今日涙袋の。涙袋のメイクはちょっとTikTok の動画にしたので、よかったら見てみてください。でかっ、いきなりでかい声、でかボイス。よし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 、そしたら今日はこの色を重ねます。できてきてるよ。 TikTok のシャドーブログ好き。あー嬉しい、ありがとうありがとう、すごい嬉しいです。ちょっと最後まで完走できるように頑張って作ります。 Vlog、 佐渡の Vlog。 ゴールドラメを重ねます、目の上に。ゴールドのラメを重ねます。ちょっとショールームの画面だとキラキラしてるのあんまり伝わらないかも。ガンガガン、かわいい、ありがとうありがとう。え、今日眉毛めっちゃ綺麗にできてない？もしかしてだけど、もしかしてだけど眉毛めっちゃ綺麗にできてない？画面上で見る限りすごい綺麗だけど、
すごい綺麗な眉毛してるけど。どうしたん？天才かな？天才なのかな？この間 TikTok の方のライブかなをした時につけまつげをつけたんだけど、つけまつげがねめっちゃいい感じだったんだよね、ナチュラルで、うん、天才だ、ありがとう、天才だ。左右逆だったの、結局左右逆だったとはもう変えてよかった。ただ今日はちゃんとマスカラして地まつげで勝負していこうと思います。地まつげで勝負。ちいかわのカラコン出るんだけど試してほしい。何それ、ちいかわのカラコンってかわいい。ちいかわの目になれるってこと？どういうこと？めっちゃ気になる、後で見てみよう。ちいかわのカラコンだって、すごい。舞台立つときバチバチのつけまするけど超時間かかる。あー、バチバチのやつまたつけるの難しいよね。下まつげそれやるのさらに怖いな。そうなんですよ、よく褒められます、よくできるねって。なんかできちゃうんですよね。そしたら下地は上まつげだけ。ちょっとね、まつげの時だけはねちょっと真剣すぎるからあんま喋れない。いかにセパレートのもり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 まつげにするか命かけてるから。いや、まつげコーム出てきて、よし。今日はちょっとあんまり多分自然な感じで、はい、作っていこうと思います。自然もりもりでお願いします。まつげとアイラインは集中しちゃってね。マツパするか迷いちゃう。マツパはねマジで楽だからいいんですけど、なんか結構まつげ美容液とかしっかりあの寝る前のケアしないと持ちがねあんま、そう結構ケアしないといけないっていうイメージがあるかも。なんかケアしないとまつげ結構抜けるし、なんかその持続しない、1ヶ月くらいでだいたいまつパってし直すと思うんだけど、でなんか私はその秋の今年秋花粉がめっちゃひどくて、そうで秋の時にマツパしてたらそのまつげ美容液をすると目がめっちゃ腫れる時があって、はい、それでそこからやめちゃいました。あとマツパしてからねちょっとねまつげがね切れちゃうようになって、そうやっぱねやったらねやっただけね楽なんだけどケアが必要やなーっていうのこの1年感じてます。というわけでまつげをするためにめっちゃ集中します。
集中。集中集中。集中するぞ。この薄い細かい毛を塗りたい。執念持ってまつげをいつも塗ってます。何を見せられてるんだって感じですよね。本当にごめんなさい。でもまつげは集中したいんです。よし、上のまつげはまあだいたい満足いったから、次は下のまつげ。下もあるんかい。あなたのまつげいつも綺麗だ。ああありがとう。結構上がったくない？結構ナチュラルにしっかりバサバサじゃない？まつげと会話できそう。会話できるかも。こんなに真剣にまつげと向き合ってたら、なんかまつげのメイクにこだわってんのかな。なんか時間をかけすぎてて、この間思い出いっぱい公演の初日、気合を入れてまつげをずっと10分くらいやってたら、目の前にいたミハがちょっともう一回やるわって言って、ミハがまつげやり直してました。感化されてた。かわいい。キャー、どんな声出してるの。ちょっとやめてもらってもいいですか。この下にね、下につくのがね、本当に困った。頑張れ、負けるな、やれるよ。綺麗に塗れるはずだよ。やれるよ。負けない。頑張れ。やれるって君なら。ほーら。いけ。全然綺麗につかない。下まつげがなんか思うようにいかないです。こんなにやっといて。こんなにやっといてそうなの。あー困った。無理かも。心折れそう。心が本当に折れそうかも。どうしたらいいんだ。ひなたのまつげにワンピーク、ありがとう。諦めたらそこで試合終了やで。確かに諦めんな。桜木ひなみち
あ、桜木ひな道天才ですから。五条ひなる、なんでこんな綺麗に乗っかってくんないのかな、このマスカラがダメなのかな、このマスカラじゃなかったらいいのかな、ちょっとこのマスカラじゃないので挑戦するね。よいしょ、ちょっと茶色でする。方がめっちゃ伸びんじゃん。え、何このマスカラ、誰の、日向のか、はい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 、やっぱりヒロインメイクが最強ってこと？これでいいか。これでよしとします。今日のところはね、今日のところはよしとしてあげますよ。よしと許してあげましょう。勘弁しといてやら、いよいよ、そうしてそうするね、おとなしくそうしてあげることにするわ。かわいいよー、ありがとうね、自己肯定感上げてくれるコメント、助かる助かる、ありがとう。飲み屋のおじさんみたいなんだって、全然おじさんじゃないし、いい感じだよ。あとはアイラインだね。アイライン出てきました。どうしようかな、ちょっとちょっと鼻上げてみる、ちょっと鼻上げてみた、いいか、うんうん、ちょっと鼻上げアイラインで、いきたいと思います。よし、本気時間ない。本気で時間ないから、配信はここまでにするね。ありがとうございます。助けてくれて。本当にありがとう。じゃあ、
ランキング読みますね、壇上の皆さん。13位リーダーさん、12位マシュラアッタ、チームサニーさん、11位カメアッタ、サニーさん、10位チーム G 推しさん、9位シュンさん、8位リュウマさん、7位ポッキー、6位シモジュンさん、5位ミチナオマルさん、4位途中の製造さん、3位ユズキチさん、2位サトヨシさん、1位ヒサガオンプさん、ありがとう、ありがとうございます。はい、なんかさ、新しい機能ついてんね、ショールームに。後で書こう。はい、というわけでまたね、これから舞台挨拶行ってきます。後ほど会える方は会いましょう。じゃあね、バイバーイ、ありがとう。